北広島駅は北海道北広島市中央6丁目10番地にある北海道旅客鉄道千歳線の駅。駅番号は H07。電報略号は起避。1976年の北広島駅と周囲約1キロメートル範囲。上が札幌方面。すでに京城駅となっている。写真右側ホームの北端右横にある白い空き地は 地上駅舎時代の旧駅舎の跡地である。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当時の自治体名は広島村だったが、広島県広島市の広島駅と区別するため、1926年の開業時から駅名は北広島駅である。1996年に広島町が市政施行した際、 同じく、広島市との混同を避けるため、広島市から即日解消して、北広島市になった。なお、国立駅や東久留米駅も北広島駅と同様に、駅名が自治体名に大きな影響を与えている。島式ホーム2面4線のホームを持つ、京城駅。外側が本線、内側が対比線になっている。早朝、夜間を除く大半の普通列車は、 当駅で快速、エアポートと相互接続するほか、特急列車の通過待ちを行う。社員配置駅で緑の窓口、自動券売機、話せる券売機、自動改札機、ステーション ATM が設置されている。駅に直結して、東西連絡橋、広場空間、エルフィンパークがあり、市民交流広場では連日様々なイベントを開催しているほか、 市民サービスコーナーでは、戸籍や住民票などの交付、市内施設の案内、各種情報の提供などを行っている。北海道日本ハムファイターズの本拠地移転による乗客の増加に備え、札幌方面行き下りホームを延長して、快速エアポートと普通列車の停車位置を分けることが計画されている。また、駅舎内においては、改札口や緑の窓口の移設や、 エレベーター改札口の新設などの改修を行い、2023年3月までにホームの改修を含めた全面供用を予定している。なお JR 北海道は新球場隣接の新駅が設置された場合も、快速エアポートは停車させず、当駅と新駅とで乗客を分散させる考えを示している。2020年9月8日に北広島市は同日開催された。 定例市議会にて、上記の当駅の改修工事が、同年10月より開始することを明らかにした。2019年度の1日平均乗車人員は7,705人であり、JR 北海道では10番目に利用者が多い駅になっている。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。北広島団地、北広島市役所、北広島市総合体育館。 北広島市レクリエーションの森、広島工業団地、広島第二工業団地、清佐道都大学への最寄り駅になっている。2020年12月18日には、北広島市が北海道日本ハムファイターズの新球場開業を見据えて、北広島駅、西口周辺の再開発計画案を発表した。計画案は不動産会社日本エスコンにより提案され、18 階建ての複合ビル、北広島駅と新球場を結ぶシャトルバス発着場、10階建ての分場マンションや保育所の整備が盛り込まれた。複合ビルには、ホテル、飲食店やイベントに活用できるスペース、北広島駅直結の歩行者用スペースなどが計画されている。なお、シャトルバス発着場は2022年度末、マンションは2023年度末、 複合ビルは2024年度末の完成がそれぞれ計画されている。また、シャトルバスの運行には、電気を活用したバスが導入される予定である。2021年2月24日には、北広島市が新球場と東駅、新札幌駅を結ぶ有料の路線バスを、北海道うちの民間バス事業者によって、新球場開業の2023年3月より、 運行することを発表した。なお、路線バスは新球場で試合が開催されない日も運行するとしている。2020年4月1日現在、東口、西口にそれぞれ停留所が設置されている。JR、北海道バスが発着。路線詳細は、江別駅業のみ、空地線、その他は、長沼線を参照。北海道中央バスが発着。 乗り場前の北広島ターミナルビルに北広島案内所を設置する。路線詳細は対局営業所を参照。ありがとうございます。